よしきさんからご挨拶をお願いしてよろしいでしょうか。よしきです。監督お願いします。キリアです。っていうわけにはいかないよね。本日はお忙しい中本当にありがとうございます。これだけお集まりいただきまして、5月1日公開の五右衛門なんですけれども、ここに主題歌ヨシキ率いるヨシキさん率いるバイオリティ UK ということになったことを、お伝えいたします。だって映画が決まる前から音楽やってくれってどういう映画なんですかっていうそうですね、うん、それでいろいろ説明しまして、それで、途中のね編集段階のすごいあらへんのやつとかもDVD 渡して見てもらったりとかしてやったんですけどもね。逆にそこまで信頼をされてたのですごいプレッシャーすごかったですね。はい、なんかで曲も3曲ぐらい、なんかラフみたいなのを僕が書いてで聴いてもらって選んでもらったっていう。そうですね、うん、スタジオ、ロスのスタジオ、僕今ロスに住んでるんで、ロスのスタジオまで行って何曲か聴かせてもらって、でどれがいいってもう本当にそういうふうにね、おおらかな感じで言ってもらって、それでこれがいいということで、今回のローザという曲になりました。どのようなイメージで、書かれたんでしょうか。そうですねやはり感動してほしい、できれば最後に、お客さんたちに泣いてほしいっていうので、その辺は僕の得意中の得意なんで、はい、一応バラードっぽいのを何曲かですか。ただのバラードじゃないとやっぱりちょっと力強い方がいいっていう、そういう意見もいただいたんで、それも含めて、ちなみに映画をご覧になられての感想と、この曲にその時に込めたメッセージみたいなのがありましたら教えていただければと思います。まずですね、その映画とかのその前に友達だったんで、こんなにこの人才能あるんだっていうのを改めてなんか身に締めなんだっけ、示されたっていうか、なんかまたびっくりしちゃいました。本当にそうですね。あともう一点なんですが、今回映画の公開が5月1日ということで、5月って XJAPAN の方のコンサートがちょっと今中止かなんていう報道も出てたと思うんですが、何かファンの方に向けて YOSHIKI さんメッセージとかあればちょっと伺いしたいんですけれども。あ、5月23日ですか。はい、そうですね、XJAPAN の東京ドームの5月2日3日のコンサートは、決行します。ファンの皆さんに、いろいろ心配かけてごめんなさい。あと、この場を借りて韓国の皆さんにも本当、延期しちゃって申し訳なかったと思ってます。日を改めてそれはやりますし、あと台湾公演も5月30日に決定しました。ありがとうございます。はい、してますね。今ここに昨日の晩も喋りましたね。はい、どうなんですかね。なんかいろいろややこしいですね、XJAPAN って本当になんか 僕が全部操ってるように外から思われてるかもしれないけど、僕も一応その一部なので、はい、そうですね、前向きな方向になると思いますけどね。最後の最後まで悩んだんですけど、そうですね、なんかXJAPANとまた違った世界観を、出したかったっていうんですかね、年内で実は頑張ってるんですけど出るかなそうですね、同じようにXJAPANも年内出ないところじゃないか、もっと早く頑張ってるんですけど出るかなお二人のご活動についてお伺いしたいなと思うんですけれども、今回もそうです、結構映画の音楽を今、黒澤明さんの100周年記念のやつと、はい、東映アニメーションの何十周年記念だか忘れちゃった、ベルサイユのバラと今公開しているリポート
その他にもいただいてます。ただまだ僕、まず僕やらなきゃいけないのは多分東京ドーム公演でしょうね頑張ります。すいません、こちらもお願いします。それでは右にお願いします。すいません、じゃあその隣もお願いします。